羽生結弦の心温まる気遣いにファンから歓声。フィギュアスケート界のエースの優しさに感動。フィギュアスケートの世界的スーパースターである羽生結弦、羽生結弦はアイスショーファンタジー・オン・アイス、ファンタジー・オン・アイス2022の共演者に対して素敵な差し入れを送ったことが中国のファンを中心に大きな話題となっている。羽生結弦の温かい心遣いに対して 世界中のファンから感動の声が寄せられている。この感動的なエピソードは、アイスショーに出演するバイオリニストの NAOTO さんが自身のツイッターアカウントで報告したことがきっかけだ。NAOTO さんはリハーサルの合間に嬉しい出来事があったとつぶやき、楽屋入りしたら、なんと羽生結弦様から差し入れが、嬉しいと喜びを表現した。写真には、テーブルに仙台メーカー、萩の月が置かれ、 それがハブからの差し入れであることを示すカードが添えられている様子が映っていた。ハニューが地元仙台の名産品を選んで送ったことに、ファンはさらなる感動を覚えたのである。特筆すべきは、中国のファンから寄せられた歓声である。彼らは、ゆず、本当に心温まるよ。さすがは座長。礼儀は100点。いつも周りに気を配る。あなたが恋しいです。ゆずは本当に気遣いの人。 故郷の特産品宣伝大使だね。笑い、羨ましい、このお菓子、私も欲しい、ぜひハブくんとの写真をアップして欲しいといった声を多数寄せている。また、NAOTO さんが報告しただけでなく、女子シングルのトップスケーターである三原 V、三原、前からも差し入れがあったことが判明している。羽生譲りや三原 V が共演する、ファンタジーオンアイスは、神戸での公演が17日から始まる予定であり、 これからも多くの素敵なエピソードが生まれることが期待されている。波ユズルは誰もが認めるフィギュアスケート界のエースだけでなく、彼の人間性に対する賞賛も非常に高い。常にファンや周囲の人々に気を配り、優しさや思いやりを忘れない姿勢は、彼がスポーツ界のみならず、社会的な面でも多くの人々の心を掴んでいる理由の一つである。アスリートとしての成功はもちろん、波ユズルの人間的。 魅力も彼のファンベースをさらに広げる要因となっています。彼の行動から感じる温かさと謙虚さは彼のファンだけでなく他のアスリートや一般の人々にもインスピレーションを与えています。羽生結弦は日本だけでなく国際的にも高い知名度を持つ選手であり多くのスポンサーからも支援を受けています。しかし彼の成功に頼るだけでなく自らの地元や文化に敬意を払い 他の人々とのつながりを大切にする姿勢が、ファンに愛される要因となっているのです。彼の人気の要因の一つは、スポーツだけでなく、社会貢献活動にも熱心に取り組んでいる点です。羽生譲弦は、被災地への支援や慈善団体への寄付など、様々な社会的な活動を通じて、自らの影響力を社会に活かそうとしています。このような姿勢は、ファンからの尊敬と信頼を得る一因となっています。 彼の気遣いや優しさは、競技会場だけでなく、ファンイベントやサイン会などの場でも発揮されています。羽生結弦は、ファンとの交流を大切にし、サポーターたちに感謝の気持ちを伝えることを常に忘れません。ファンが彼に対して熱狂的な支持を示すのも、彼の人間的な魅力に惹かれているからこそでしょう。羽生結弦の気遣いに触れたバイオリニストの NAOTO さんや他の共演者たちからも、 彼への感謝の気持ちが伝わってきました。その優しさに触れた彼らが SNS を通じて報告したことで、世界中のファンが共感し、賞賛の声を寄せることとなりました。羽生結弦の行動は、彼のファンにとってはただのアスリートではなく、心温まる存在として捉えられているのです。最近のフィギュアスケート界は、選手たちの競技力だけでなく、その人間性や人とのつながりを重視する風潮が高まっています。 ハニュー・ユズルは、そのような時代のトレンドを象徴する存在として、ますます多くのファンに支持されていくことでしょう。彼の気遣いに触れ、ファンからは、羨ましい、本当に心温まるといった感動の声が寄せられました。ハニュー・ユズルのようなアスリートの姿勢や行動は、スポーツ界に限らず、社会全体にポジティブな影響を与えることを再確認させられる出来事でした。ファンタジー・オン・アイスの公演はこれからも続き、 ハニューがどんな素敵な行動を見せてくれるのか、ファンたちはワクワクしています。彼の人間的な魅力が、さらなる感動と共感を世界中に広めていくことでしょう。フィギュアスケートファンやスポーツ愛好者たちは、ハニューの活躍とともに、彼の素晴らしい人間性にも心惹かれ続けることでしょう。